まだ私が小学生の時、2階の窓の外の電線に2羽のツバメが止まってて、その2羽がキスしてた。本当は親鳥と巣立ったばっかりのヒナの餌の受け渡しだったかもしれないが、あまりに可愛かったので幼児の弟と遊びに来てた弟の友達の女の子を呼んだ。3人で息を潜めて、可愛いね、ラブラブだね、なんて言いながら見てたら、女の子がいきなり、私も〇〇くん弟とラブラブになりたいなと言った。弟もいいよと言って女の子のほっぺたにキス。えっと私が叫んだせいでツバメは飛んでいってしまったが、二人は幸せそうにニコニコっていうことをふと思い出して弟夫婦に言ったら、二人してやめて、もう忘れてって言いながら顔を真っ赤にして逃げてった。まさかこんなことになるとは当時思ってなかったが、今思えばあのツバメはキューピッドだったんだな。